回は宇多田ヒカルさんのファーストラブをソロギターにアレンジしてみました。ですね、転調する曲なんですけど、このオリジナルはですね、転調せずに終わるちょっとショートバージョンでを、ご紹介したいと思います。それでですね、ちょっとこうハイポジションを結構使ったり、あと小指ですね、結構小指使うんで、ちょっと難しめって感じです。で、まあ、もしクラシックギターとかフォークギター以外にエレキギターも弾くっていう人は、まあ、エレキギターでやるとちょっと張りが弱くてやりやすいかもしれません。はい、では、早速やっていきます。キーは G でレギュラーチューニングです。はい、じゃあここ578ですね。はい、こっから親指、人差し指、薬指ね。で、押さえたまんまね、小指をこうやって、で、次はこう、この根元ね。で、小指で、こんな感じ。たたたたたたたですね。1、2、3、4、1です。で、こうですね。中、人、小指。4、3、5ですね。で、1、2、3、4って感じです。うん。たたたたたた。1、2、3、4です。で、ここ、8フレット、制覇して、中指が2フレットの、8。で、小指、あ、すいません、薬指で8。こうですね、7788で、この薬指だけ離してこうですね。で、小指で10で、中指で制覇してる 7フレット。うん、一番最初とリズムは一緒です。この中指とかをこうガイドにして、こう同じフォームで、うん、この Bm7 に薬指、ここあ、うん、足してですね。で、もう一回弾いてプリング、うん、3、4で、次の3でですね、小指に入れ替えてください。うん、うん、たらたと、うん、ですね。そこまでやってみると、うん、で、続きですね、こう押さえたまんま薬指で、5弦3フレットねまで来て、まで来てね。で、次3、0で4弦、ここハンマリングですね、うん、で0で、次の2の時に中指に入れ替えてください。ちょっとこの辺指がややこしいけど、3、あ、こう来てね、3、0で、うん、で、中指で押さえて4弦2フレットで、3弦開放弦で、ハンマリング、ハンマリングじゃなくてもいいですけどね、うん、で、2弦0で、ここで離して中指に最後の2で、うん、変えると。で、そのまま4弦0 2、1、0アルペジオで、これだけ離してハンマリング素早くね、で00って00で、で薬指で6弦ね、000で6弦ポンって弾いて、この4つ和音でこのまま弾いて、ハンマリング、2弦と4弦をこう C の形、1フレット2フレット、ハンマリングしますね。で、離す。
そこまでちょっとやってみますね。2弦、3フレットでこの3弦4フレットから2フレットに素早くスライドグリッサンドで離す。ヒと中指で弾いたらすぐ行ってゼロ、まあ中指薬指指使いは何でもいいです。うん、たですね。タロンタロンツッツって感じ、うん、ここまでイントロですね。はい、で続きいきましょう。ここ薬指で6弦押さえて中指で5弦2フレットね。タンタタンタタ、うん、ゼロあるかな。1,2,3,4 まで来たら E で、中指で2フレットから 4フレットに、グリッサンドスライド。タンタタンタタン。そしたら薬指で、5弦5フレットでそのままアルペジオします。2弦までね。で3弦ここでも離しちゃっていいです。でプリング、うん、そこまでやるとタンタンタン、あ、うん、で次が00ですね。うん、まできたら中指で5弦2フレットタン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 、うん、で薬指で2フレット2弦0 3弦0こんな感じね。タタタタンタタタで今中指で押さえてるベース、音をベースにして200で10タンタタン、ここまでちょっとゆっくりやってみるね。3、ターン、ターンぐらいいこうか。うん。うん。で、最後の0から次のメロディーね。次 C。うん。ターン、ターン、3、0ね。で2で3は小指で3弦01タンツタンツタタタンツタンツタタでこのままずらして5403ですね。で4弦で小指で3弦5フレットで、こっち離して0 3弦5フレット2弦0で3弦0、うん、だから最終的にはこの2本だけ残ってる感じ、うん、で離しちゃっていいです。20あ、ごめんなさい、これイントロと一緒ですね。タン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 、タランタンってきたら2拍目でベースポンで3弦ポンポンポンで01をハンマリング素早くで離して、こんな感じ。そこまでその段やってみるね。タンツタン、うん。
感じです、うん、でここから足板のってやつですね、うん、中指か、まあ、人差し指どっちでもいいです。同時に弾いてでですね、タンタンタンってここでまた和音で3弦2,3 タンタンタタン 2,3 でここで人差し指にフレットタンタンタン斜めにタンタンタンで人差し指離して和音で3,2で次 C メジャーセブンね、タンタンでここ2フレットね、アルペジオ和音で小指で3フレットでスライドで、うんうん、でこのままベース弾いてこうですね、薬指3弦5フレット人差し指1弦3フレット同時に弾いてで小指で次は3弦と1弦同時に弾いて7フレットにスライドで戻ってで3フレットだけこれは単音ですね。うん、そこの段ゆっくりいくとタンタン、うん、うん、ですね、うん、で次がこうですね、人差し指4弦中指に1弦でタツツタタンタタンタねタンタでまあちょっと置いて音消しましょう。あまあどっちでもいいんですけどね、消さなくてもね、タンタ置いて、うん、誰もタタツツタツクタンタツツタツクタンうんタンですね。Bm7 タタタタツクタン、これは4弦と3弦を人差し指で押さえて薬指と小指で、2弦と1弦押さえてます。人差し指が44で薬指5小指5って感じ。タンタ置いて、うん、リズムはさっきと一緒ね、タタタタツクタンタタタタツクタン7、7、10、7、10、うん、オクターブですね。ちょっとこの7の時にこう7にこうスライドっていうかグリッサンドでアプローチしてもかっこいいかもしれません。タンタンツッツッですね。タンで人差し指開けて6弦8、うん、これ小指押さえっぱなですからね、うん、で、2回目は、繰り返した後はカッコで弾くって書いてると思うんですけど、うん、ここは1回目は弾かなくていいです。ここからサビ、うん、一応もう一回弾いてみるね。うん、タンタンタン、ワン、ツー、スリー、フォーですね。で、ここからこんな感じになります。
ですね。うん、この形577 577ね、わかるかな、うん、で57で、うん、ここで同時に弾きます。うん、ターンターンっていうあのリズムを出すためにもう一回ベース弾きますね。ターンターンターンで小指で88。ちょっとこういうところがね難しいなっていう人もいるかもしれませんけど、あの頑張ろう。でこの小指をピッてずらしてね、薬指が、9、うん、で小指が10で人差し指でこう7を7あたりをこう制覇してる感じ。でここもタツツタツクタンタツツタタツツタで置いてこの小指離して977タクツタツクタンうんで8中指で8プリングして7でもう一回8。あのプリングとか難しいなっていう人はプリングじゃなくても普通に弾いちゃってももちろんいいです。でここでちょっとこう押さえ直して778、ね、タンタンで7で次のここの10の時に同時タン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 で7 10 8 10 7 10 8 10、ね、うん、で777ここで4弦を開けてでタッツね同時にで8 7 10、うん、そこまでやってみますね。うんとタッが中指で8でこれあの C の6、9みたいな押さえ方なんですけど、わかるかなこれ。これで人差し指で4弦と3弦押さえてるような感じで薬指で2弦、8フレット押さえてます。うん、だからあのペタって制覇してないっていうことね。あ、してもいい、どっちでもいいですけどね、出るならね。うん、こうかこうか、うん、で、あ、そうね、どっちがいいんだろうな。あ、うん、あ、ペタってしても意外と行きやすいかもしれないですね。まあいいや。で8 7で次同時2つで薬指離して7で8 10でこの辺からベース離しちゃってもいいです。で7 8、うん、この辺の左手はもうやりやすいようにちょっとややこしいんで、ちなみに僕は8 7 8、こ薬指小指ここでちょっと離しつつ7 8かな。そうね、こうかな。うん、これが弾きやすいかもしれないですね。あのエレキギターで弾くときはちょっとまた変わってくるんですけど、クラシックギターで弾くときはこんな感じかな。うん、でここ555指一本で弾いて次も5で7、ここ小指かな。でここも離しちゃって88トーン、そのまんまさっきと一緒。うん、ここからちょっと変わりますね。和音4弦上3つ
ベース、上、で、4弦ここちょっとややこしいね。こんな感じで、タツ、タツ、タツ、で、8、10、で、4弦を開放弦にして、7、さっき出てきたやつね、 C のね。で、0、8、9、10ですね。あ、ね、0、9、8、10か。中、人、小指。新しい人で、7、8、あ、7、薬指、小指かな。うん、で、7、3、5、ここ小指ですね。で、制覇して G。 うん、こんな感じですね。で、ここから感想、人差し指1本で0、3、で次小指5、うん、で今度人差し指でベース3フレット0、3、5、うん、タンタンタン、うん、タンタンタン、うん、で人差し指と薬指ですね。タンタタンタ、こっちがいいかな。1、0、3でこう飛んで、0、5、5、8、うん、ここは小指縮めてますね。タンタン、うん、でこっち5、5、3で5、3、0、バラしてもバラバラって弾いてもいいかな。うん、で戻ります。最初の、あ、最初というかイントロの終わった後、ターン、うん、で戻って、もう一回サビを弾きますね、さっきの。うん、まあ、できたらイントロ弾きます。うん、でこれで終わればいいかなと思います。うん、っていう感じです。はい。一応ですね、転調バージョンも、転調バージョンというかフルバージョンもアレンジしたんですけど、ちょっと難しいかなと思って、はい、ここまでの転調せずに終わる方法で、ご紹介してます。後日転調するバージョンの演奏動画も上げて、まあ、ちょっと譜面の方もね販売したいなと思ってるので、もしよければそちらも、お待ちください。はい、それではちょっと長めになっちゃいましたけども、ぜひやってみてください。ちょっと繰り返しが分かんないよっていう人いたらすいません、演奏動画出るまで、待っとってください。はい、それでは失礼します。